はい。皆さん、こんにちは。こんばんは。まあ、こんにちはか、こんばんはか、おはようございますかが、わからんような状態になっております。村長です。チャットエキスパート。この開発でですね、特に今はコード進行とかですね、そういうのをやっていますが、皆さん、大発表です。コードだけじゃなくって、チャット GPT を使ってメロディーを できるようになりましたそれは後半のところでですねちょっと動画は今新たに撮ったんじゃなくって先日僕がやってます Facebook グループでですね発表したものをカット編集しましてお見せしますまだ開発途中ですでもですねなかなか綺麗なメロディーがちゃんとできる仕組みを考えましたまあそれも最後楽しみにしててくださいじゃあ チャット GPT の方で開発していますチャットエキスパートがバージョン2.0に日現代はそういうバージョンになっています、えー、特に最終に追加した機能というのはですね YouTube のファンの方から連絡をいただいてこんなことできないかなここまでできたんならもうちょっとということでですね低音源 いわゆるベースを鳴らすということですねそのベースはですねすべての音にどん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 となるんではなくてですねコードチェンジをした時に一発ボーンとなるとまたこれもなかなか難しかったそしてですねもう一つがですねピアノで言えば展開系ですねドミソと弾くのかソドミと弾くのかあそういうようなですねそれが 考えてみてみください。僕のソフトは C4 の銅の音からですねそれを基準にやっていますのでですね例えば B とかいうようなコードでしたらですね C の音から始まるんですよねそしてどんどん高くなっていってそこに Add9 とかですねプラス11とかですねそんなんがついたらですね最後の音はピンピーンとなっちゃうんですよねただしですね僕は気持ちとしましては 別にこれ DAW じゃないですのでねコード進行を仮に聞いてみるということからスタートしたこのプログラムですのでそれはいいかなと正直思ったんですねですからこれはできますできませんなんてお話をしてたんですけれどもまあでもちょっとやってみようかという感じでやってみたらなかなかいいと とということでねちょっと認識が変わりました単にドミソのところにですね2オクターブ下に行きます2オクターブ下に行ったりいろいろこう行くんですがあまり低くならないようにそして先ほども言いましたようにあまり高くならないように展開系のボイシングを使ってですねざっくりですね C4 あたりでですね音が鳴るというような そういう仕組みに仕上げましたので皆さん見てください。じゃあ何はともあれ、レッツゴーということでチャットエキスパートのこの画面ですけれどもここでですね一番最初に皆さんにしていただくのはコード進行アシスタントを出していただくということですね。そうしましたらそれを選びましたらこのようにですね音楽のコード進行プロンプトジェネレーターというのが出てきます。ですから こちちらの方にちょっっとやてていただきましてですねキーを選択したりしましてじゃあ D でいきましょうか D メジャーでやってみたいと思いますそして、まあ、サビは作るのかとかいうようなことをチェックいただいて、まあ、使ってほしいコード曲調などを入れまして、まあ、一番影響があるのはこのジャンルなんですけれどもですねジャズを選んでみます そうしましてランダムというのを押しておきます。こうするとですね、1小節に1個じゃなくて、まあ複数出たりとか、まあこれはチャット GPT の気分次第というのもある程度はあるんですが、でもこのセクション分けは、まあほとんどうまくやってくれます。これでププロンプと生成をしますと こうやってね、今、プロンプトという言葉だんだん聞いてくるようになりましたね。チャット GPT でみんなね、いいプロンプト、そして画像生成なんかでですね、素晴らしい絵を描けるようなプロンプトがありますが、まあそういう感じで出しまして、クリップボードにコピーをします。こちらで貼り付けをします。はい。このようにしまして、チャット GPT に聞いてみます。はい。 こうやってウイルスのチェックがかかりましたら許可をしてください。しばらくするとチャット GPT から回答が返ってきます。はい、出てきました。こういうふうにですね、先ほどチェックした部分が全部きれいに出てきます。そして僕の このソフトでやってくれるとですねこういうふうに成形した綺麗な感じのコード進行提案がされるようになっていますちょっとですねここでそうですねちょっとここで、A、メロだけ、まあ、やってみましょうこのようになぞりますそして右クリックしましてコード進行再生というのをしますこの名前もだんだん変わってきましたからちょっとメニュー名は変えるかもわかりません そうするとですねこういうエディターが開くようになってるんですねでここでですね編集ができるこれもバージョン2.0になってからのとっても皆さんに気に入ってもらってるところなんですね例えばここでですねここからですねこのように F とか言って入れれるの わけですね、えー、自分の好きなように編集できます1小節に最大4つまでですそして先日までちょっとバグがありまして3つの時になかなかうまくいかなかったんですけれどもこれもこうやってうまくいくようになりましたので3つ入れておきますねどこにあってもいいですここらででもですねちょっとやってみましょう b マイナーぐらい入れておきましょうかねはい で必ずスペースを空けておいてくださいこういう約束ごとでやりますのでここに赤いところにね書いてありますのでちゃんと見てやってくださいねあとは BPM とかそしてベロシティちょっと上げておきましょう標準が90ということですピアノの音アコギの音シンセパッドの音これらがですね選べるようになっています4ビート8ビートなどもできますがまたここに3拍子というのも 今開発中です今はまだ完璧ではございません。じゃあですね、まあ、簡単にまずは今までの状況を聞いていただきます。 はいこのようにですねちょっと高い音がありましたよねちょっと聞きづらいですよねそしてまあ、今あのこれもね新しい機能なんですけど一時停止や再開というのもできるようになりましたしね先ほどこうやって入れましたけれどもここで2つにしたいような時はまあスペースはキーボードで打ってくださいそしてですねここで選択入力というのもできますからねこうやって ここに f マイナー入れておきましょうかはいこういう風に選びながらもできますがでももうタイプ早い人はパパパパッと打ってもらう方がいいですコード入力ホイホイと呼んでいますけれどもホイ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 入れてもらうとワープロのようにしていただいたらそれが音楽になるというようなことですじゃあ今日のバージョン2.02これのですね新機能をお見せします ルート音をチェック入れます。ここですよ。そしてコードを視聴。 こんな感じになりました。ちゃんと一小節に3つあるところもなんとか上手くなりました。もうね、だいたい3、40時間かかってたんですよね。<laughs> はい。えー、それでですね、もちろん MIDI 出力ができますし、もう一つの新機能、展開系、もう高い音なりませんからね。はい。いきます。 ですかはい YouTube でコメント頂い,いた方ですねありがとうございます、えー、僕は初めはちょっと乗り気じゃなかったような回答をしてしまいましたがやっぱりやってよかったですそしてですね3拍子、えー、これはまだ開発中ということですが一応は聞いてみれます3拍子押したらこっちも勝手に3ビートというのに一応なります一応という意味では大方できてるんですやってみますね はい分かっていただきましたかなんか途中からアルペジオみたいになっちゃうんですよね。えー、まあこれを今はあやってるということです。そしてもう一度4ビートに戻しまして、そして MIDI エクスポートをちょっとやってみますね。はい。これで MIDI ホルダーを確認していただきます。するとですね、ここ押すだけでいいんですよ。押すだけでですね、ちゃんと ホルダーがこのように開くようになっています。そしたらここにファイルができています。押すたんびにできます。今はコード変えてないから押したところであれですけれども、これちょっとこうやって消しておきますね。こうやって。そうしましたらこれで、はい。こういうふうにしてファイルがどん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 できてくるわけですね。短くなった方を聞いていただきますね。はい。 こんな感じにね、もうすぐ編集してシュッと出せるというね、シュッシュッシュッといけますからね、そしてもうやらなくてもわかってると思うんですが、これを DAW にぴょっとぴょっとドラッグしてくださいね、えー、そしたら出ますからね、どんな音源ででも鳴らしていただけます。ほぼ ほとんどの DAW に対応しておりますので、皆さんピュッ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 とやってください。まあ、その動画はどうしても見たいという方はですね、他の僕の動画も見てみてください。じゃあ、今日はですね、あそうだ。この後ですね、肝心のやつですね。肝心のやつをお見せしますのでね、これはちょっと先取りしてあるやつなんで、僕の話はその時に撮ったぐだぐだ話ですが、 え皆さん最後に本当の未来を見てくださいこれからの AI はですねもっと簡単にですね優しい歌でクラシカルに作ってっていうだけでもうできるようになりますそれはもうあと半年後には絶対できるようになりますでもですねまあ皆さん作る楽しみも欲しいじゃないですかだから僕のソフトはですねその中間ぐらいいきますので ぜひとも見てください、えー。ご挨拶はもう最後はつきませんが、ここで最後の夢のメロディーメーカー、その動画にレッツゴー今、深夜2時ぐらいです。やりました、やりました、やりました。発明球とかね、Facebook に書きましたけれども、発明だと思います。うまくいけば、 皆からぼったくるつもりはないですので3000円ぐらい皆さん準備をしていただきましょうもうどもりかけ鼻血出かけぐらいの衝撃ですはい皆さんさていきますよ今 Facebook に記事を書きました記事も読んでくれたかもわかりません発明級と書いてありますがその発明級今から お見せいたします戦争カメラマンみたいになっておりますがそういうものです。はよ <coughs> むせたやないけ。はよ聞かせっていうんですかね。なんと演奏しましたよ。一応皆さんにねコードお見せしますね。はい。 こんな難しいのはどうでもいいんですけれども、ここにね、サンプルデータ、ここにこう入れてあります。それをこう、MIDI ノート番号に変換したのがこれです。はい。こんだけのプログラムで簡単にですね、保存しただけです。ユーザーインターフェースもありません。これ走らしたらですね、一瞬でできます。できるって、ほんまにできるのって感じでしょ。これ走らしてみますね。これ今一個ファイルがありますよね。 多分同じものがもちろんできます。今回の場合はね。えー、はい。ここでですね。ファンクションキーの3番を押してですね。Python, パ,パイっていうのをね。こう立ち上げるでしょ。こうやってエンターと押したらですね。はい。これでできました。はい。ほら、消したけどまたできてますでしょ。これで、まあ、もったいつけんと。早ゆえ。わかりました。聞かせます。いきますよ。 完全にスケールにも合ってるでしょそしてもうちょっとねボリューム上げますねちょっと小さかったんですねもう何度でも聞かせますよいきますよなんとなんとなんとですよね